はい、これは私のポッドキャストだ。私はビデオを作ったことがなくて、ポッドキャストのビデオを作るのはちょっと難しい。それで、先週、私パソのパソコンが故障したから、友達のパソコンを借りてる。まあ、ポッドキャストをします。トピックがないけど、このポッドキャストはの宿題が嫌いなんだよ。いつも、ポッドキャストを作ってくださいと言われるけど、トピックを全然もらえない。トピックを作るのはとっても難しいだよ。ポッドキャストのトピックくれる方がいいでしょ？ああ、これをしたくない。でも、しなくてはいけませんね。だから、私は何のことでもなく話そう。最近朝に起きられない。火曜日と木曜日だけクラスがあるから、明日はクラスがある日なんで、とっても遅く寝る。午前5時頃に寝ると思う。そして午後4時に起きることがよくある。時々目覚まし時計も聞こえないことがある。大変だね。全然話が違うけど、今日、スープランテーションを食べに行った。地震太鼓のファンドレイザーだから。でも、私の友達は仕事があると言って、両親は妹はダンスのクラスがあると言ったから、誰も連れて行かなかった。でも、他の地震太鼓のメンバーとその人たちが連れてきて、来た人がいたから楽しかった。4月6日にアクボコでまたファンドレイズをするから、みんな来てください。終わり。